皆無採集してきました。左から2個目は、新エリアで新しく追加された素材であり、ディフェンダーで1から2個確定で手に入りますし、セフィラボックスからも出現するので全然苦労しません。上限解放素材が意外と軽くて拍子抜けですが、玉髄10個集めるまでまた勲章交換することになりそうです。さて、皆無採集自体の性能は他の動画で触れるので一旦お預けです。今回は賢者を最終上限解放したことによって挑戦できるようになったワールドについて見ていきます。自発素材は、先ほど紹介したディフェンダーからドロップする素材を4属性1個ずつ要求されます。戦闘は省略するとして、ドロップはこのようになっていました。これ1枚だけだと何とも言えませんが、アストラ、イデア、ウェリタス、ブライトがランダムで1つずつドロップするのかなと思います。そして、一番右にあるのが世界のイデアという新アイテムです。今回は2個ドロップしましたが、Twitter では3個落ちている画像も確認しました。トレハンが有効かどうかはわかりませんが、とりあえず雫とかは使っておくと良いでしょう。そして、ディフェンダーとかと同様に、一度倒すとその日は強化されたプラスが出現します。ですので、今までのエリアボスのように日課にすると良さそうです。また、世界のイデアは使い道が2つあります。1つ目は、ワールドシリーズの交換です。全部で5種類あり、虚空武器のように得意武器に応じて効果が発動します。そして、上限解放にも世界のイデアを使うみたいです。2つ目は、最終賢者の4アビの取得です。素材を見てみると、混合章1個、世界のイデア100個、ニューワールドクォーツ30個、外傷10個となっています。バカタレ。ここで混合章使うのかよ。私、バハル氏もまだと釣っていないので、相当厳しいです。嬉しげに六竜に混合章突っ込んだバカタレは誰だ。あとは、古戦場と最終上限解放の追加ペース次第ですかね。しばらく召喚石を突るのはやめておこうと思います。ところで、賢者採集に必要な砂のために極みスキンを取った人は元気にしているのかな。ということで、今回は、賢者を一人最終上限解放すると挑めるワールドについて見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。